ウクライナ軍ドニプロ川東岸に教頭捕獲ほか、本日までのロシア軍の損害は動画の最後に掲載しています。本日ロシア兵の損失が30万人を超しました。ドニプロ川東岸の川岸から約2キロのクリンキ村にウクライナ軍が拠点を維持している模様です。ウクライナ軍は10月中旬にロシア側が支配する東岸への渡河作戦を行った模様です。難しいと言われた渡河が成功した上、対岸に拠点を築きつつあるようです。ウクライナ軍は東岸地域に対する渡河作戦を複数回実施したと考えられています。ロシアが実効支配する村々により確実な足がかりを得ることを目指した行動です。ウクライナ軍部隊は東岸に海兵隊員などの兵員を上陸させるべく絶え間なく努力を続けていると述べたということです。クレムリンに敗北を、ウクライナに栄光を、この戦争にウクライナ軍が勝利して一日も早く平和な日々が訪れることをお祈りいたします。またウクライナ軍が勝利した暁には日本に北方四島が返還されることを希望します。本日までのロシア軍の損害、人員約30万810人870人、戦車5211台、21ユニット、装甲戦闘車両9804台、29ユニット、砲兵システム7227機、25ユニット、 MLRS844機、10ユニット、防空システム562機、3ユニット、航空機321機、0ユニット、ヘリコプター324機、0ユニット、作戦及び戦術レベルの UAV5440機、21、巡航ミサイル1546機、20。